のものは一応まだ残ってますね。まだあるそうです。あ、これは買えるんですね。はい、10個ぐらい買って帰ってくださいよ。あ、じゃあなんかこれ絶対亀山で釣れるよって色があったら。亀山でおすすめ。はい、ポップ X は全般的に亀山でいつでもおすすめですよ。はい、まあ、カラーで言うなら亀山とオレンジとかピンクって強いと僕は思ってます。あ、この手の色ポップ X で定番カラーであんまりないから。そうですね、珍しいですね。中でもちょっとオレンジおすすめかもしれないですね。はい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 、あのかつてオレンジの色のルアーで、GLX トネキンっていうマウンテンジュニアでボッコボコにしたこともありますんで、はい、オレンジはやっぱよく効くなと思ってるんで亀山だったらこれかな。じゃあこれ買って、はい、これっておいくらなんですか、ポップ？こちらが1800円で、はい、こちらが2100円で、はい、こちらが3100円で、はい、あ、え、使いました？これ使ってないです、バタリオン。バタリオン、亀山いいですよ。マジですか？はい、同じギル系のルアーでもバタリオンはちょっとスピードに乗せた、はい、マク系のギル系ルアーです。はい、あの立川さんから出てるようなギルがうらうらしてるところに見せて、はい、バスに見せてから食わせるっていうんじゃなしに、これは引っ張ってきてもうスイッチ入れるような、はい、そういうギル系ルアーです。じゃあこれとちょっとまあ値段はこれ高いんでしたっけ。でもおすすめです。結構これ売ってます。3100円。色は今これだけ。そうですね、こちらだけ限定カラー。3100円。3100円。はい、あ、はい、新しいものを出しました。はい、まあ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 ですね。超おすすめ。バタリオン、これも亀山でおすすめです。ちょっとスピード系の、まあ、ギル系ルアーだと思って使ってください。はい、巻いてください。はい、ありがとうございます。先に商品の方を。あ、すごい、メガバス袋に入ってるな。5000円からお預かりします。メガバスのお姉さんみんな綺麗ですね。いつもそうですよ。毎年綺麗です。今年は特に綺麗ですね。毎年綺麗になってきますね。毎年綺麗になっていくの。そうなんです。あ、そうなんです。当たり前じゃないですか。男と違うんですよ。男毎年臭くなってきてる。女性は毎年綺麗になって。まあまあまあ、そうですね。だいぶ変な。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで名古屋から帰ってきました。メガバスブースに小森プロがいらっしゃって、いろいろとどんなルアーがあるのかななんていうふうに伺ったんですけども、まだですね、限定カラーのルアーが夕方でもいくつか残っていたので、その中からですね、亀山ダム関東に効くやつありますかなんていうふうに聞いて選んでもらったやつ買ってきてみました。じゃあ早速見ていきたいと思います。まずはですね、これポップ X ね。これのカラーが結構ものすごくたくさんですね。戦闘機っぽいカラーとか、あとはこういうスペシャルカラーっていうのが置いてあって、で、まあ、ピンク色とかもあってですね、まあ、普段見ないようなスペシャルカラーいくつも並んでいたんですけども、このオレンジって結構、うん、ないなと思ってですね、通常のラインナップになくて、この後ろがクリアでファイヤーパターンっていうんですかね、これ色書いてあるのかな、で裏に書いてありますね、こうキープキャスト2018で、ポップ X のオレンジヘッドファイヤーね、オレンジヘッドファイヤーカラーっていうのがまだ買えたのでちょっと買ってきてみました。ね、まあちょっと記念品みたいなところもあるんで、このまま大切にいきたいなというところですけど、開けちゃいます。じゃあ開けちゃいますよ。ベリッと、はい、出てきました。これね、凝ってますよ。まあオレンジヘッドってのはそうなんですけど、頭のとこにこれ、こんな感じのね、クラック塗装っていうんでしょうか、なんていうか、で目が真っ黒ですね。このもう頭のところだけ見るとなんていうか、このクラック塗装と黒目が相まって、なんかちょっとゾンビみたいな感じの、顔つきですけどね、少しいかつい感じですけども、バイオハザードみたいな感じもあるんですけども、まあまあまあ、で口はこんな感じで、まあオレンジで腹回りで、ファイヤーパターンでこう色が変わっていくんですね。
まあこれはねちょっと市販モデルにはない感じでスペシャルなカラーあで、これ後ろのねフェザーフックもファイヤーパターンに合わせて赤色のこんな感じのですねテールフックね、ティンセルももちろんキラキラしてますが、この赤色の羽がなかなか渋いんじゃないかなということで、こんな感じのカラーですね。はい、わーこれはかっけえな。この前ね、獅子舞カラーみたいなやつも買ったんで、ね、新しくポップ X2 個になっちゃいましたけども、これを使ってですね、そろそろトップウォーターでも本当状況のいい時はポロって釣れちゃうんじゃないかなっていう時期に入ってきましたからね、これでまあネチ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 と、バスを誘い出せればななんていう風に考えております。あんまりねこれ集め出すと本当すごい泥沼に入っていっちゃうんでね、またゴールデンウィーク頃に向けては鯉のぼりカラーね、そんなのもネットショップの方ではスタンバイしてるよなんていうアナウンスがあったんで、まあ気になる方はぜひ見てみてもらいたいんですけども、ほんとポップ X ね、このスペシャルカラーごとにちょっと買ってたらいやちょっとやばいことになりそうだなって思うんですけど、まあせっかくねキープキャスト行ったんでちょっと試しにですね一つ限定カラーっていうのを買ってみました。でこれとはい、でもう一つですね、今まで一回も買ったことないルアー買ってきてみました。これもね小森プロのおすすめってことだったんですけども、これバタリオンの、スペシャルカラー F って書いてフローティングですね。バタリオンって一個も持っていなかったんで、まあ、しかもまあ限定カラーなんて記念にもなるしいいんじゃないかななんて思って買ってみましたけども、後ろ説明もいろいろ書いてありますが、まあこれもちょっとじゃあどんなカラーか開けていきたいと思います。バタリオンね、よいしょ、はい出てきました。あー結構ね大きいですね。でゴツッとしたこのコトコト音出す大型のウェイトが2機、ね、こう2個入ってますね。これがね絶妙にカタカタ鳴るんですよ。で針もまあ大きめの針がついていて、このカラーね何でしょうかこれよ、んカラーか、あここに書いてありますね、キープキャスト2018グリーンカモ、バタリオンの、キープキャスト2018のこの限定カラーは、こう見ての通りグリーンカモっていうカラーなんですね。カモフラージュカラーっていうことで、これは結構ね本当ワームみたいなイメージのカラーリングで、どうでしょうか、ウィードレイクとかね、あんまり自分ウィードレイクで釣りすること少ないですけどね、こう物の中に隠しておいてペッて出したら、それでカモフラージュになんかでっかい何かよくわからないものがフッて動いた瞬間とかにデカバスが口を使うとか、こういう展開に持っていけるんじゃないかなって。まあ、自分の行くところでももちろんねちょっとこれ使ったことないんでいろいろ使ってみようかなと思うんですけども、こういうルアーなんですね。ジョイント部があって結構可動域は広いな。でラフに接続して、ここのカタカタ音、これとあとここのカタカタ音、この2つがあってなんとも言えないごとごとカタカタサウンドがよく出るな。でこれヒレがついてるんですね、こういう感じのヒレで、目玉赤、ね、でスプリットリング付きのアイがあって、で針は2箇所ねついている。これはちょっと
ね。どういう感じで使うのか裏に書いてあるかな、変幻自在のシフティングアクション。バタリオンがすごいのはピンスポットのスロームービングでは鋭いクイックターンで誘惑、ファーストムービングではバイブレーションのようなローリングバイブにシフトし攻撃からバイトを引き出します。さらにリトリーブストップの瞬間に発生するイレギュラーな惰性スライドは高確率でチェイシングバイトを多発させるバタリオンならではの必殺技。 ITO エンジニアリングの H を集結したハイドロダイナミクスを存分に引き出してお楽しみください。ということで115ミリということですね。こんな感じの説明書きとあと分かりやすいイラストも、掲載されていて、フローティングだからこうゆっくりめの時はロッドアクションを入力するとクイックターンしてくれるんですかね。クイックイックね。で、ファーストリトリーブした時にはバタ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 とこうバイブレーションのような使い方もできるようなっていうことみたいですけども、まあね、ちょっと初めて買ってみたルアーなので、これっぽいっていうタイミングがあればですね、どんどん投げていこうかななんていうふうに考えてますけど、何にしてもこの平坦なね、ギルっぽいシルエット、まあでこのグリーンカモも見方によってはちょっとブルーギル風ではないかななんていうふうに思いますので、これはいいんじゃないかな。ちょっとどこで入れるか、まあトリプルックがついてるからちょっとね、そのカバーとかには引っ掛けたくないんですけど、まあバンク沿いにリザーバーとかでポチャンポチャン投げて試してみようかななんていう風に考えておりますけども、まあキープキャストですね、こういう感じで今回本当メガバスのあの限定カラーがものすごいありましたね。まあ人気のカラーとかも早朝とかに多分売れ切れちゃってるんじゃないかなとは思うんですけども、でも数の方もものすごい用意してくれていたようなので、今回ですねこのポップ X とで、これね、あの動画の方でね、まだ夕方時点で売れ残っていたカラーなんていうのも、見れたんじゃないかなと思いますけど、ポップ MAX の方もね、いくつか選べる状況だったので、まあ、こんな感じでね、買ってきてみました。まあ、どちらかというと多分、自分の釣りだとこっちのポップ X の方が出てくること多いんじゃないかななんて思うんですけども、これもね、小森さんは田中さん持ってないんですかって、亀山とか結構いけちゃいますよっていうことで、買ってみたんで、早速ですねボックスに入れて、タイミングではどんどん投げていこうかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、キープキャスト2018このメガバスブースでですね、小森プロが行ったので、どの色が釣れますかと聞いたら、まあ、この2つのルアーをおすすめしてくれました、買ってきました、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。